立部は、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では117番目に置かれる。立字は、立つこと、すなわち両足で体を支え、まっすぐ体を起こすことを意味する。地面を表す、位置の上に立った人を表す、台がある、回文字である。比喩的に引き伸ばして、立てる、すなわち、 物を地面に対してまっすぐに置くことを意味する。また抽象的な意味へと引き伸ばして、ある段階を終えて、新しい領域に入ること、並存すること、儲けること、定めること、人を重要な地位につけることなどを意味する。変貌の意図としては、立つことに関することを示す。これらは主に左の辺の位置に置かれる。なお近代になり、 西洋の自然科学用語が流入した際、日本では容量の単位であるリットルを率で表記し、ミリリットル、センチリットル、デシリットル、デカリットル、ヘクトリットル、キロリットルといった和製漢字も作られた。率部は蒸気のようなイフを構成要素とする漢字を収める。また会所において犯罪や刑法に関する真事の省略型が率となったものがあり、 立部はこの変貌を構成要素とする漢字も収めている。なお、真の省略型は冠の位置に置かれている。と同様、印刷書体における立字の一画目には地域による差異がある。後期時点はこれを短い縦棒とし、日本、韓国はこれに従う。一方、中国の新字形、台湾の国字標準自体。 香港の常用技字形表ではこれを転革としている。立、ありがとうございます。